今回はキュリオスの長島さんにお越しいただきました。人ってなんで生きてるんだろう、なんで勉強するんだろう、組織開発と人材開発ですね。皆さんこんにちは、グリーンタレントハブの井口です。今回はキュリオスの長島さんにお越しいただきました。長島さん、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。長島です。井口さん、 YouTube ちょっと拝見させてもらったんですけど、あります、脱炭素領域のプロフェッショナルがダーって並んでて、私でよかったんですかね。脱炭素の組織人事という観点でいらっしゃいますし、華々しいキャリア、ありがとうございます。初めてお会いしたのが先月の、はいはいはい、そうなんです。人材を考える会にお招きいただいて、少人数だったんですけども、それぞれの領域のプロフェッショナルの方も含めて、はいはいはい、純粋濃密な会でした ね、 そうでしたね。あれだけ GX っていう関わりの中で多様な人材が集まる会だったんで、すごくいろんな話を盛り上がりましたし、この業界、人材含めてどうなっていくべきかみたいな話もありましたし、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回は長島さんにこれまでのご経験ですとか、今どういったことをされてらっしゃるのか、直近でレノバさんの人事の統括をされていらっしゃったというところで、GX 人材の現状ですとか課題とか、はいはい、こんなことを仕掛けていけるんじゃないかみたいな話をざっくばらんにさせていただければと思います。そうですね。ドーンと伸びていかなきゃいけない業界ですからね。それにはドーンと人も入ってこなきゃいけない。そうですね。いろいろと今日はお話しできればなと思います。よろしくお願いします。はい、早速ですけれども、キュリオスさんの会社ガニオについて簡単にお話しいただけますか。今年の5月に登記しました。はい、会社が4月なので、もうほぼ同期ですね。そうなんです。何でも自分でやりたい DIY 型なので、ついそこら辺にある本局に自分で行ったり、全て自分で登記して定款まで作ったりしたんですけども、会社としては一言で言ってしまうと、組織開発と人材開発ですね。いろんな会社の組織開発と人材開発をコンサルティングしている会社です。今5社ぐらい入らせてもらって、いろんな課題抱えているんです。ただ最後は人と組織と、これが社会とどういう関係性を持っているかというところに大体集約していくんで、話し進めていくと同じところに行くなと。なるほど。最近やってますが、5社それぞれ多様な課題抱えているんで、僕も頭があっち行ったりこっち行ったりして、ね、ぐる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 してます。クライアントさんの規模感というと、大体どれくらいの会社の規模感言っちゃうと会社名は分かっちゃうんですけど、そんなに分かった。4兆円の事業のグループの育成施策をリードしている業務があったりとか、300人くらいこれから上場する会社の人事のサポートをさせていただいたりですね、必ずしもエネルギーの関係ばっかりとかではないんですけれども、僕も日々これ勉強という感じで頑張らせて、5月に登記をされて、はい、もう5社もクライアントがいる、はいはいはい、組織人事の領域でクライアントがいるというのがすごいなと思うんですけど、どういったつながりで。そうですね、正直言うと営業はしてなくて、知人のご紹介っていう形で入らせてもらってます。私個人の人的資本経営をしてます。人事組織のプロでいらっしゃる長島さんのキャリアを深掘りさせていただければなと思います。幼少期の頃、はいはいはい、どんな子供だったんでしょうか。生まれも育ちも東京と神奈川なんですけれども、小さい頃父親がエンジニアでカーネギーメロン大学、そこに社費留学してます。で、僕も当然ついてるんですね。そこでの経験がキャリアの原点なのかなと思ってるんですよね。どういった教育なんですか。教室の中で先生は一人いるんですけど、はい、生徒もいて、それぞれやりたいことやってるんですね。で、先生はこう順番に回りながらして、そんなような教育を受けてたんですよね。だから、日本に戻ってきてからが大変で、全く違いますよね。朝朝礼でピシッと並んだところから、前へ習いとか更新したりとか苦手で、既存のルールの中で働きたいという勉強したりするっていうのは苦手なことでしたね。日本に戻ってこられたのは何歳ぐらいですか。8歳かその前ぐらいだったかなと思います。小学校2、3とか。そうですよね。そこからどういった学生生活を送るんでしょうか。まあ親も心配するわけですよ。この子はどうなるか分かんない、だからエレベーターの学校に入れようと、いい大学に行ける中学も頑張って入ったんですね。そこでも変わった少年で、自分で作ったゲームとか自分で作ったルールに身を巻き込んで、それを成り立たせるみたいなのがすごく好きなで、今が一番普通って多分言われてるかな。実は中学高校と哲学書を読んでる少年って、その頃から人ってなんで生きてるんだろうとか、なんで勉強するんだろうとか、そんなような少年でした。へえ、やっぱりそれは幼少期ピッツバーグでの教育がベースにあるんですかね。そうですね、ちゃんとしつけられてきたし、中学高校もすごく真面目なと言ってたんで、自由にしたい自分をバランス取りながら生きてるっていう感じで、不良にはならなかった。そっちに行くほどの勇気もなく、哲学でちょっとそういうこと知りたかったんだろうなって今思ったりします。なるほど。前田君は早稲田の小学校に入学して入ってるんだろうと。高校まで行ってですね、学校の設備悪かったんですよ。まさかの付属の大学に行けないっていう事態に陥りまして、何人か行けないんですよ。そっちの何人かに入ってしまって、行けないから受験しなさいと思って、高校3年の途中から受験勉強を始めて、
大変でしたね。でも直感で受験はちゃんとやらないとやばいなっていう危機感を感じて、結構勉強してブリギャルのような感じですね。早稲田っていろんな人いっぱいいそうだなと思って、大学行くならそういうとこ行きたいなと思って、結局は4人だけでやるゲームの世界にだいぶ自分になってしまったんですよ。多様な人が集まってる大学でなぜ4人で遊んでんだみたいな感じありましたけど、そんな選択だったなと思います。なるほど。大学卒業後は、はいはい、東レさんに入社されると思うんですけれども、はい、新卒の就活で意識されてたものとかありますか？そうですね、ゼミで地域の内発的発展っていうテーマでやったんですけど、環境問題を扱いたいなって思いあったんですよね。今とつながってるんですよ、うん、あらゆるものがカーブの素材でできてるような気がしてて、カーブメーカーを志望して東レに入社したって。入社されたのは1998年、はい、そこから2007年の9月に入社されるまで約9年ほどになりますけれども、どういった業務に携わられていらっしゃるんでしょうか？もともと人事ではなかったんですよね。人事になったのはここ10年ぐらいの話で、これでは10年間新規事業ですかね、電子情報材料っていう半導体の材料とか印刷用の犯罪とかそんなものを扱われたんでしょう。で、国内海外のマーケット開拓でやってましたね。新規事業開発はい、営業ですね、うん、簡単に言っちゃえば学生の時って B2C の会社の営業ってイメージつけるかと思っちゃうので、B2B だとイメージつきづらいですけど、やりがいとか面白さってどういうところにありますか？先のお客さんのことを考えながら B2B の先にさらに C があるので、うん、そこを想像しながらいろんな提案していくっていう面白さは確かに感じてましたからね、うん、それが9年間ぐらい。そうなんです、真面目なんです。2007年ですと、ちょうどリーマンショックが始まる前夜、就職決まったのは前夜で、入社した時点から崩れてったっていう状態でしたね。ソニーさんに来たと思った背景ですとか、きっかけが、はい、さっき言った通り、B2B2C なんですけど、それが面白いなと思えてた時期が10年ぐらいあったと思うんですけど、カスタマーに直接商品届けたり、カスタマーの暮らしを豊かにしていくところにすごい興味を持って、どうしてもやっぱり B2B2C だと、一つ壁になっちゃう場合もあるんですよ。海外に提案していく面白さもあるものの、いやダメですって言われたらその先に行けない、うん、カスタマーにより近いところでやりたいと思って、ソニーのですね、設立主義書ってご存知、イブカさん、あ、そう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 、真面目なる技術者の技能を最高度に発揮せむべき自由活発にして愉快になる理想工場の建設っていうのがあるんですけど、うん、工場が好きで、工場行って係員の人と一緒に自と工程受けて工程のメンテナンスしたりする、うん、一緒に入ってます。楽しいんですよね。トラブルは楽しくないんですけど、うん、新しいことが始まったりとかいろんなことがあるので、工場で何か物を作ってそれをお客さんの手に提供する、何を提供するかっていうのは自分が考えて、そんなソニーに憧れて、あんまりバックグラウンドからしてつながらないだろうなと思ったんですけど、34歳だったんで、当時35歳限界説なんていうのがあって、ソニー求人があるんだから応募してみようって応募してみたんですよね、うん、そしたらトントン拍子で進んでですね、ヨーロッパ担当で入ってみたい、縁もゆかりもなかったですね、4年間に。中国とかアジアをやってたんですけど、はい、やりますけどって感じで転職を決意したっていうのが2007年ですかね。ソニーさんに入られて2007年で、はい、そこから2013年までいらっしゃったんですね、はい、そうですそうです。ヨーロッパにも実際に行かれていらっしゃったんですか？2ヶ月ぐらい行ってたことで、パリのサンジェルマンとかに行ったりとかって、女性いいですね、それ聞くだけだと、はい、非常に濃密な経験させてもらいましたね。この前ソニーのアルムナイで客員会議って言って10分ぐらいお話しさせて感謝みたいな、在職実質6年弱だと思うんですけど、日本からのヨーロッパの担当とソニーマーケティングジャパンの出向させてもらって、ヨドバシカメラとかビッグカメラにどう商品を売るかって考えている、うん、そういう会社にも経験させてもらって、最後はマイアミに駐在をして中南米を毎週ぐるぐる回るっていう、そんな仕事をさせてもらったんで、本当に10年以上かかるようなことをわずか5年ぐらいで経験させてもらったっていうソニーだったんですね。なるほど。その時の社長はどうだったの？はい、ハワード・ストリンガーですね。ソニーさんの社風と東レさんの社風って違いましたか？今は人事なんで社風とか考えるんですけども、当時あんまり気にしてなかったですね。ただソニー行ったら怖いんだろうなと思ったんですよ、最初。そして意外とウェットな人が多くて、普通にロングに行くし、外資系っぽいのかなと思ったら意外とそんなことなくて、マーケットに対して熱い思いを持ってる集団だなっていう感覚なんですかね。ソニーではお客さん志向は強い感じだったかなと思います。厳しいところっていうのはありますか？はい、仕事の進め方だったり社内的にプレッシャーが強い勝手なイメージがあったりするんですよ。個人の力も強いけど、みんなで何とかしていこうっていう雰囲気があるので、プレッシャープレッシャープレッシャーっていう会社ではないかなと思いますね。自由活発にして愉快になる理想工場の建設、その通りだなと思います。
創業当初の理念が今でも脈々と続いてるっていうのはすごいですね。業績に上がり下がりがあるんで影響は受けてますけれども、一貫してるものがあってソニーらしく仕事するっていうのは、みんなやっぱりそういう思いもあって、多かれ少なかれ、これ結構大事で、多かれの人だけだったらなんですね、少なかれの人がいかに 0.1 ミリでも持ってるかっていうのが大事で、多様性があった。そうですね、人は何のため働くんですかね、世のため人のため働く、これ以上2課だったので、そのために働いてれば事業はうまくいくし自分も成長できるから、どうするとこういう組織になるのかなって、元での組織をもっと知りたい。